熱帯魚ライフ楽しんでますか？どうも、笹野です。今日は久しぶりにアクア用品の紹介をしていきたいと思うんですけど、テーマは温度計ですね。皆さん温度計っていうと一般的にこういったもの、これを想像されると思うんですけど、まあね、これもこれで私は好きっちゃ好きだし、なんか ADA でもね、引っ掛けるようなおしゃれなやつ売ってたりするんですけど、まあどっちかというとね、こういったものよりも最近の主流っていうのは、まあ水の中にセンサーを入れるタイプのものだったり、はい、我が家の温度計、このテトラのね、デジタル温度計使わせていただいてるんですけども、まあ設置もしやすいし、見やすいっちゃ見やすいんですが、一つデメリットとしてやっぱりね、こういうことになるんですよ。これちょっと誇張しすぎかもしれないですけど、我が家のはね、結構こういう風になってしまうんで、もしかしたら皆さんこういう経験あるんじゃないかなとか思って、新しいデジタル温度計ずっと探してたんですよね。まあこれごめんなさい、ちょっとやりすぎかもしれない。ただ吸盤っていうのはどうしてもね、経年劣化でパスンって外れてきちゃいますからね。これ悪いとは言わないですけどね、吸盤取り替えればいいだけなんで。ただまあもうちょっと楽にね、管理できるやつってないかなと思ったんで、というわけで今回使おうと思っているのがこちら、 JEX の見やすい大画面ディスプレイのコードレスデジタル水温計。これね、ただ貼るだけなんですよね。水槽の外側に貼るだけ簡単って書いてあるんですよ。まあ、これ楽ですね。で、結構この手のタイプのやつ何種類か出てるんですよ。この後そういうのもご紹介しようかなとは思うんですけども、私はその中でもこれがいいかなって思ってます。まあ、見やすさがね、ダントツです。あと、あまりでかすぎない。まあ、本当に私の、そうですね、第一関節じゃねえや、第二関節まで。第一関節ってここまで、うん、第二関節ちょっとぐらいですね。何センチだよって話ですけど。まあ5センチも、5センチぐらいかな。うん。かな。うん、一応注意点確認していきましょうか。まずそうだな、水位より10センチ下に下げる。それはそうですね、蒸発しますからね、普通に。で、電池は LR1130、 まあこれメジャーなボタン電池ですね。うーん、水がかからないように注意してください。ああ、防水性ではないのね。これ間違えて水の中入れちゃったらことですね。あとはガラス圧8ミリ以上の水槽や樹脂製の水槽でご使用の場合、計測に時間がかかる。まあ時間がかかることがありますっていうことは、まあ測れるんだね。精度プラス 1.5。 うーん、まあ結構しっかりしてるんじゃない。水温が15から35度。うん、 OKOK。 まあ熱帯魚の水温計としてはこの温度範囲であれば大丈夫ですね。まあ、水槽周囲温度の影響も受けますって書いてありますね。10度以内の環境で使ってください。ということは外がむちゃくちゃ寒いけど水槽の中にはヒーターがついているっていうご家庭だとあんまり向いていないかもしれないですね。うん、部屋の温度が5度ぐらいで水槽はヒーターついてるから20何度みたいな環境、そんなのね、寒がりの私としては絶対やばいと思うんで、はい、まあまあまあ廊下とかにね設置している方、私がまだね小さい頃は実家で廊下に水槽を設置してたんで、多分そういう環境ではあったかなと思うんですけど、まあなかなかそういう環境でもない限りは使えるよっていう感じですね。はい、じゃあまあ早速設置してみましょうか。開けてみるとまずこんな感じですね。で、これもついてきてます。多分このネジでここですね、見えるかな、ここにちょっとポッチがあるんですけど、ここを止めてくれって感じですね。まあ止めなくてもいけるのかな。で、この向きですかね、プラスが上に来るようにつける。うん、入りましたね。まあ、結構後ろこんな感じになってます。多分ここで温度を測ってるんだと思うんですけど、で、多分電池変える時にこの両面テープですね、もう一回貼り付けないといけないと思うんですけど、こんなのは多分 3M とかの両面テープで代用すればすぐできると思うんで、まあ電池交換の時はね、それで貼り直すようにしてあげればいいかなと思います。じゃあ早速貼ってみたいと思います。だいたい10センチ下なのでこの辺がいいのかな、下の方でもいいかもしれないですけどね。まあ水位下がるって言ってもこの90センチ水槽はそんなに一気に水位下がらないんで。はい、設置してからしばらく時間経ったんですが、やっぱりちょっとだけ誤差がありまして、中に入ってるのが 22.9 度で、 JEX のつけた方が
23.1 度、まあ、書いてあった通り 1.5 度ぐらいはプラマイありそうですね。この 22.9 度、23.1 度、じゃあ実際の温度はどんぐらいなんだいっていうことで、まあ、測定器 22.4 度、どれが本当なんじゃいって感じだけど、まあ、多分測定器が一番信用できるとは思うんで 22.4 度が正解だと思うんですけど、まあ、言うたら誤差みたいなもんですけど、まあ、一番近いのはやっぱり水の中で測るタイプが一番近いですね。あくまで外側につけているんで少しの誤差はあるかもしれません。はい、先ほど話した通りジェックスさん、これ以外にも様々なデジタル水温計発売しています。少しだけねご紹介したいと思うんで早速行ってみましょう。はい、というわけで似たようなデジタル水温計シリーズ、まず第1がクリア液晶デジタル水温計ですね。最大の特徴が透明液晶でレイアウトが透けて見えるところですね。それ以外は特にありません。あんまりなんだろう、透けて見えるけど俺逆に求めてないなと思ったんで買いませんでした。金額的にもね同じぐらいなんですけど、俺あんま魅力に感じませんでしたね。はい、じゃあ続いてはミニミニデジタル水温計ですね。まあ、コンパクトコードレス設計で水槽内すっきりって言ってるんですけど、こいつの最大の特徴は、まあ、水中型でキスゴムで固定するだけの簡単設置って言ってるんですけど、まあこれだったらね正直な話テトラさんでいいんじゃないかなって思っちゃいました。なのでデジタル表示されててより正確な水温が知りたい方にはおすすめかなと思います。じゃあラストはコードレスデジタル水温計。こいつの最大のメリットはこれ1台で水槽内の温度と水槽周辺の室温も計測できるっていうところですね。これ面白いタイプだなって思ってます。まあ1台あれば十分かなと思うんですけど、そうですね、複数台の水槽を持っている方にはまあいいんじゃないかなとは思います。正直金額的にもそこまで高いわけじゃないんで1台あったら面白いかなとは思います。はい、いかがだったでしょうか。というかね、早速メイン水槽にもつけてみました。スマート。ちなみにディスカスの水槽にもつけてみました。スマートですね、最高ですね。このディスプレイと文字がちょっとでかいところがいいんですよね。ねえ、お前もそう思うよな。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思うんですが、このスマートで見やすいデジタル水温計いかがだったでしょうか。まあ、確かにね、水の中に入れる水温計に比べてちょっと誤差は出ちゃうかもしれないんですけれども、まあそれでもね、まあ、管理は楽っていうのとこけらない汚れないっていうところがねやっぱメリットだと思いますんで、興味のある方ぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。サスアクアリウムでは熱帯魚ライフをより楽しむための情報やアクア用品のレビューなどを動画にしていますので、興味のある方ぜひチャンネル登録お願いします。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。